成人の場合、袴を履けるのは初段からです。初段を取らないと袴は履けません。男性は初段から袴を履きます。女性の場合にはちょっと9を取れば袴を履きます。岩本さんの技はちょっと触ったとちょっと普通の人とちょっと違った感じを受けますね。これね、説明するの難しいんですよ。サボってるようじゃないんですけどね、あまり動きがないです。でもね、こうちょっと触った時に動かないっていうかね、芯があるんですよ。それでいいようにやられちゃうっていうところがありますね。